はザ・サウンドノベル。不気味な洋館に待ち受ける死の恐怖、運命を握るのはあなたの選択一つ、そしてその結末は、もうあなたは逃れられない。日常に潜む恐怖、トワイライトシンドローム再会は、私立高校に続発する怪事件を解き明かすホラーゲームの最新作。メリーさん、後ろにいるよ。お姉ちゃん、遊ぼう。歪んだ妄想があなたを襲う。バロックシンドロームはインパクトあるグラフィックで怪奇の世界を堪能できる非現実ビジュアルノベル。自ら命を絶った若者たちが残した不気味な遺書、そこには恐るべき謎が秘められていた。そして恐怖はついに彼らにも。ちょっとやめてよマジで。え、出てこないフィルムが。おお、約束か。この番組は任天堂エンターブレインとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ファミ通、今週もさらなる楽しさを発掘するファイナルファンタジー9、とことん攻略マリオストーリー、研究速報ナムコの新作 RPG7、 ゲットのチャンスとプレゼンキャンペーン。クリスマスに何かが届く。詳しくはファミ通各社にて。 Something really bad. Oh no. Something really bad. 最悪のペットがさらに悪くなってアメリカから再上陸。シーマン2001年版コンビニでも。Dreamcast。スクロールシリーズ最新作。今度は競走馬の育成だ。ダビツくん、ダービー馬を作ろう。ジューンキャス。池田貴族さんが生前著書に記しながら、遺作となったゲームソフトには収録されなかった心霊スポット、その謎を探るべく一行は問題の場所へと向かった。というわけでですね、先ほどの場所からかなりロケバス乗りましてですね。どこですか、もう何時間ぐらい揺られてきたんでしょう僕ら。まあ、関東某所とだけ申し上げておきましょう。ちょっと教えてくださいよ、怖い。いい関東でしょこれ。まあ、とにかく池田貴族さんが生前に、はい、一応怖い体験をした場所であると、それだけは一応間違いなく。で一応ここの場所で、いろいろ細かいところまで確認したら、まあ、ロケ終了ってことなんで、とりあえずたくさんフィルムも入ってますから、お好きにいっぱいこう撮りまくってください。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さって言ってた人の家族がねだやし。いやいや、ちょっと、何ですか。なんかすごい感じだったんですけど。僕に突っ込んでる場合じゃないですよ。写真を撮らないと終わらないですからね。あ、それもう撮っちゃっていいですか。撮っちゃっていいですよ。撮っちゃって笑っちゃっていいですね。はいはいはい。なんかあれいい感じじゃない、あれ。怖いなぁ。でもいいショットだこれ。よいしょ。いや、まあ一応3人目で向こう並んできてみます。あそこ真ん中。え？あそこ真ん中並んでみんな撮ってもらう。撮りますよ。俺が。もう山が似合うから似合うから。はい、チーズ。はい、来い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 。はい、来い。できないよ、出てこない。出てこない。出てこない。え、ほんと出てこない、押したのに。おお、おお。出てこない。ちょっとやめてマジで、そういう。なんかもうやめてマジで。いきますよ。あ、出てきました。ほら、出てこないんだよ。出てこなくなっちゃった。シャッター、フラッシュたけてるじゃん。ほら。出てきた、出てきた。何もフィルム終わった。遅いですよね。私もさっき撮れなかった。映ってんのこれ。あの石なんかいい感じ。抱きついて抱きついて。やばそう。はい、こっち向いて。なんか映りそうだな。行きますよ。はい。映りそうな絵だ。あーあーあー。できない。撮れない。なんでの俺らの。あ、できたできた。何その時間差。怖えな。怖い。一回あっちの世界に行ってみたいなさ。言うなそういうこと。お前じゃねえかよ。よくさ心霊写真とかこういうとこ多くね。なんかこういうなんか木の間とか多くね。ありますよ。もう多くね。本当に。神様。なんでそんなはしゃいでるんですか。いいじゃん、はしゃ
木の間とか OK。 伊集院さん撮ってありますよ。撮って撮って行きます。はい、チーズ。あと最後の一番早く。え、まだ何何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 俺入んの。チーズ。オッケーオッケー、終わり。見ようぜ見ようぜ。浜さん光るのすげーいい話。 FF9 終了。ないですね。いや、解いてはいません。僕のガーネット姫は、ええ、あの諦めのいいタイプのガーネット姫だったんでそうですか、ええ、あの隣の国の王様に会った、ええ、めでたしめでたしそれで終わりなんだ、はい、今日はですね、ゆうさんガンダム好きですよね。ガンダム好きですよ。ガンダムのね、プレイステーション、ナンバラルが一番好きですよ。ガンダムプレイステーション2でガンダムやるとっていう映像をちょっと持ってきました、ね。ちょっと待って、今さらっと言ったら何やに、はい、プレステ2の、プレステ2のガンダムです。すごいな、おい、あの質感がすごくいいですよね。プレステ2用のあのガンダムの感じを、はいはい、処理速度がすごくなってるからグラフィックが変わるだけでも相当すごいですもんね。そうですね、特にロボ系っていうのは割と作りやすいですよね、うん、あのポリゴンでは。で、さらにその上を演出をたくさん詰め込んでるっていう感じですね。シューティング系でいいんですか。アクション系ですね、基本的には。アクション系で、その後シミュレーションものとかですね、まだ言えないんですけど、いくつか仕込みがあってですね、うん、この後まあ、来年それ以降にどん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 いいもの出てきますよ。ガンダムまだまだ。バンダイはガンプラ作っててよかったね。あのガンプラですごい精巧に 3D のデータもうあるわけじゃないですか、ガンダムのプラモデルのおかげで。あのデータでもね残ってないらしいですよ。じゃあまた取り直し、取り直してるって言ってました。また取り直しなんですか。取り直してよりもダメなんですって。これは誰か話聞いたんですけども、うん、前でガンダムを作るでしょ、ポリゴンで、うんうん、ただ次の人たちが別のチームだった時、前らそのまま利用しろとかいう話になるじゃないですか、うんうんうん、そしたらみんなこだわり持って作ってるから、あんなのガンダムじゃないって言うんですって。ふくらはぎが違うんだよみたいな。あんなのはガンダムじゃない、俺が本当のガンダムをモデリングしちゃうって言うんですって。それをね毎回続けてきてるんですって。でもそんなに変わんないわけでしょ。言えって言ってるんだよ。僕はね、申し訳ないですけども分からなかったです。僕ね、その後のやつ分かんないんですよ。そのなんかゼーダーとかダブルゼーダーとか、はいはいはい、ありますね、外伝のやつとか、戦士ガンダム、アジサイの恋とか、はい、いろんな出てるわけでしょ。何歳もこうマドンナとかも変わって出てるわけでしょ、これ。一回冷めかけたガンダムの中でゲームっていうのがポーン投入されることで、すごいガンダムファンっていうのもなんか活気づいてますよね。そうですね。でオリジナルのやつとかさ入れてくるじゃないですか、その、はいはい、ギレンの野望とかも一生懸命やっていくと、シャア専用ガンダムとかできたりします。あ、はいはいはい、そうなんですか。そうなんですか。そうなんですか。なんであんたやってないんだ。そうなんだ。あのね、そういえばね、あのバンダイの杉浦さんっていう会長がいるんですけども、うん、ファミ通とね、ゲームウェブでよかったら専用ガンダム作ってやるぞって言ってもらったことありますよ。え、専用ガンダムって俺が乗るガンダムですか。おいきっと違うと思うけどね。ゲームウェブ限定モデル限定モデルってお願いしましょうか。ぜひぜひお願いしますよ。聞いてみましょうね。楽しみですな、はい、ちなみに最後の編集長、ガンダムで好きなあのモビルスーツとか何ですか。僕は木馬が好きです。ホワイトベースって言わないで木馬って言うからね、はい、いい大人が、はあ、このコーナーでは2人に聞きたい質問疑問を大募集。宛先は番組の最後です。これお、かっこいい。なんか山この世じゃないところにいる感じになってるよ。なんか待ってくださいよ、俺じゃないですかこれ。やばいわ、これ。なんかもガス、あーこれなんか変な白いの。うわバカ、なんでバカやってんだって。取れてお前本当に映してるじゃんそれ。おねえねえ、俺が最後かわいこぶってるところに、はい、なんかやたら白い線みたいなの入ってる。うわ本当だ。いやでもこっちにも入ってんすよね、似たような光が反射してんじゃないですか、なんかに。何あれ。いやでもそんなに動くビンビンに。いやそういうことでしょうよバカお前ら。写真ではよくわかんないわ。雨に反射することありますからね。雨粒に反射したりとか、あとほらちょっとあの機械とかも雨濡れたりとかしてるからよくわかんないから、はい、ちゃんとした実験しようかな。え、撮ったら終わりでしょ。お前にて言うと写真撮ったら終わりでしょ。あ、お前まだ読んでないんだ、あの池田さんの本、はい、え違うんだって。池田さんの本によると、はい、まず心霊写真が写ったの、はい、写りましたよ、写りましたよ、写ったので、はい、その後に今度
女の子だけにこうなんか霊がついたの。やだそっちまできちんとやんないと。なんでそうするの。いやなんかちょっとどういうことですか。うまくつくようにこううまく仕向けてつくかつかねえかみたいなところ。仕向ける。なんで。ああ女の子にちょっと霊つけてみよう。やだですよ。誰だ女の子だって誰になるか分かんねえじゃん。私がいる。ああそっかそうだ。毎日ゴルフにパーティーに近頃はテニスも始めて何かを忘れてるような。そうだ冒険だ。ペーパーマリオが仲間と一緒に謎を解く。仲間と一緒に強くなる。この冒険は新しい。任天堂64マリオストーリー。ミスターマリオ今週もさらなる楽しさを発掘するファイナルファンタジー9とことん攻略マリオストーリー。緊急速報ナムコの新作 RPG7 ゲットのチャンスとプレゼンキャンペーン。クリスマスに何かが届く。詳しくはファミ通各地にて。ということで、写真の方はまあよく分からなかったということで、マジっすか。もうちょっと強引ですけれども、最終実験。はいはい、ね。隠して一行は池田貴族さんゆかりの心霊スポットで池田さんの遺作「霊国」を伊藤一人にプレイさせてみることに。まさにそれは禁断の最終実験だった。頑張って行こうぜ。嘘。この先。頑張って。というわけでこちら特別監視室。はいはいはい、どうもどうも。じゃあ素でしょんぼりですよ。あのなんでバラエティ用のワンワン泣くじゃないですか、ね。はいはい、素でしょんぼりしてますから。リアル泣きですね。ほんと周りキョロ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 見て。置いてけ。何を置いてけ。いや分かりません。何を置いてけ。分かりません。聞こえる。じゃあねボタンを押して丸いボタンを押してスタートしてください。来た。いただきます。またね。いただき大丈夫。これはね、あの単なるゲームじゃなくて、実際にあるスポットを本気でだけだ。本気で今もなおひっそりとどこかに突っ込んでいる病院。じゃあ一旦スイッチ切ってきまーす。もう歌を歌えます。歌ってもいいですか。歌え。でもちょっとメールしたら歌え。ちょっと歌うな。このさ、画面と歌全然合ってない。伊藤ちゃん、はい、あの初心者の伊藤ちゃんあんまり分かんないだろうから、うん、あの俺が少しずつ教えてやるから、うん、そうすればほら早くクリアできるじゃん、はい、ね、はい、ボタン押してボタン押してあっちの方からだ。あっちの方からだ。なんだ。お、じゃあどっちだ。これね、手術室。一応ね、うん、ゲームのプロの伊集院光からのアドバイスとしては、浴槽が気になる選んでみる。よ、うん、しよしよし。手術室なんか入ったらもう大変なことだな。好き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 好ごめん間違っちゃった。ごめんごめん。間違って選んじゃった俺。面の面の。面の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 。もう家に帰る。もうお家に帰るって言い出してるよ。もう一回ちゃんとアドバイスするから丸をして丸をして。もうしっかりお願いします。裏に回ろう。裏に回ろう。ああ何？大丈夫大丈夫よ。おうおう病院の裏手にはなぜかプールがある。なんでバイトにプールがあるの。もう一回丸、もう一回丸。そこはいいじゃんか。じゃあなんでよ。もうなんであるかでもプール気になるから。プールが気になる、まあね、プール気になる。ああこれ確かクリアだと思う。プールないんだよ。プールが気になる。そう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 。ほらほらムッとした空気が立ち込めて。ムカつく。もうバカ。プールのバカ。プールもバカになっちゃった。プールがあるから俺ちょっと
不安になっちゃうというか、一言お前優しい声かけて、な優しい声じゃなきゃダメだよ、優しい声かけてやって、甘いもんくれ。持ってないです。甘いもん違いだよ。持ってないです。しかも持ってないですよ。持ってないことかってみたい。これ以上絶対無理だから。はい、ちょっともうね。助けに行こう。今度が手にあげるから終わりよ。ダメ。誰か助け。誰か。学生みたいになってるよ。うん。お菓子買ってきてあげるか許してくれ。お菓子くれるってよ。本当に？お菓子くれるか許してくれ。いつもとお前の甘いもんくれが効いてるよ。いや、大丈夫、呪われなかった。わかんない。自分でわかんないよね、そうだよね。そうだよね。じゃあエンディングのちゃんとエンディングのまとめとろ。心霊スポットどんどん巡ってきたんですけども、はい、時間もあるんでもう一軒行きます。ああ、いいっすね。いいっす。行きます。軽く。ね、特に若い女の子の行きましょう行きましょう行きましょう全然行きましょう、ね、無理ですかねじゃあ今回のところはもうそういう怖いのはやめにして、はい、あの怖がりたい人はぜひぜひ冷酷を買っていただいて、はい、怖がるってこういうまとめで、ね、伊藤ちゃんもういいっすかこれで勘弁してもらえないかな。じゃあもうにこやかみんなでまた来週やって最後ぐらいは明るくね終わりましょう。そうですね、行きましょう、せーの、また来週。だが恐怖はこれで終わりではなかった。桜大戦、ようこそ花組へ。第2弾桜大戦ゲームボーイ劇花組入隊体験した。メディアファラリー続々やってよし、フルセンターでチェンジだ。はい、かんちゃん、ソフトヒーローズ、お前ら落ち着いて。メディアファラリー64。毎日ゴルフにパーティーに、近頃はテニスも始めて、何か忘れてるような。そうだ、冒険だ。ペーパーマリオが仲間と一緒に謎を解く、仲間と一緒に強くなる、この冒険は新しい。任天堂64マリオストーリー、ミスターマリオ。この番組は任天堂、エンターブレインとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次週ゲームウェブ夏休みスペシャル、雪降り極楽ゲームツアー、一行はバカンス気分で伊豆熱川に降り立つ。やる気まーす。こちらの写真をまとめて番組をご覧の方1名様にプレゼントします。ただし何が起きても責任は持てませんので、あしからず。さらにファミ通より攻略本、僕の夏休み公式ガイドブック、空が高かったあの頃と、そのソフトをセットにして5名の皆さんにプレゼントします。そして番組特製クオカードプレゼント、全国加盟店 HMV でもご利用いただけるこのクオカードを10名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ10。すっげー怖かったね。伊藤ちゃんもう